鐘の方鳴らしてまいりたいと思います。ただいまのニュース、はい、鐘。はい、もう満点です。鐘3つです。ありがとうございます。ヒロミさん、ありがとうございます。もうそりゃそうだって感じです。なんて言ったって、FM 小座のホームページ作ってくれてますもんね。そして何よりこの鐘、島竹さんが買ってくれてますからね。はい、皆さん、姉妹局の FM ギノワンさんも近日オープンしますんで、ウェブページもお楽しみください。うん、ありがとうございます。ツイキャスの方でも、ひふみーさんがホームページの URL を貼ってくださったり、島竹さん最高とか、天童さんからは運営費0円はすごいとか、たくさんコメント今いただいてます。ありがとうございます。本当にご相談というか、ご提案無料なので、ぜひFM 小座さん経由でもいいので、お声掛けいただければ馳せさんじますので、うん、はい、よろしく。わかりました、島竹さん。じゃあ今度はコロナが、ね、落ち着きましたら、スタジオにもぜひお越しください。いや、マジでそうなんですよ、本当になかなか2人に会えなくて申し訳ないです。じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、失礼します。さあ、ということで、株式会社ファンファーレジャパンの島竹さん、ホームページの制作もやってるということで、詳しくはマイページ沖縄で調べてみてください。合わせてね、 FM 小座の、新しくなったホームページもチェックしていただきたいなと思います。以上、鐘鳴るニュースのコーナーでした。さあ、ということで、やっぱり自分っていうか、一人一人おのおのでチャンネル持って発信していくっていう時代になってるんで、じゃあこの人どんな仕事やってんのかなのところで、だいたい SNS 更新とかプロフィール作成っていうところな、だと思うんですけど、あとブログとかね、はいはい、ホームページってなかなかいけない領域といいますか。いやー、なんか無料のサイトとかあるじゃん、うん、あ、なんでね、俺も作ったことあんのよ昔、はいはい、だけどね、やっぱ難しいね。あ、難しい、うんうん、今島竹さんがおっしゃったみたいに、その場所やその人たちのことをこうホームページ上で表すっていうのさ、うん、なかなか自分では難しいで、だからいろんなことを相談して、この大枠を作ってもらって、うん、あとの更新は自分でできるっていうのが、うん、なんかいろんな人にマッチしてるやり方かなって思いましたね。そうですよね、うん、プロにお願いが一番助かるっちゃ助かるけど、うん、自分もちょっと習ってそうそうできるようになってっていうのがね、理想ですよね。だから自分のホームページだからさ、自分が更新したいときにできた方が絶対いいよね、うん、最新のニュースだったりね。そうですよね、伝えたいことあるだろうしね。さあ、ということで、はいはい、今週は島竹さんにお電話つないでみました。うん、さあ、ということで、もうアジラジもあっという間に残り1分となりました。そうですね、はい、じゃあ、ひらみなさん、はいはい、10月、はい、ひらみなさんの抱負って聞いていいですか。そうですね、まずは今見ているジョジョの奇妙な冒険ゴールデンウィングを全部見ることですね。あ、ゴールデンウィング。そうです、そうです、うんうん、多分来週か再来週には見終えるでしょう。お、うん、そうなった時には僕はスタンド使いになってると思いますんで。おお、あなたが何か言ったらすぐ無駄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 言いますからね僕。じゃあもうあれだ、解禁のシャツ、はい、今第2ボタンまで開いてますけど。そうですね、第4までいくでしょう、ね、第4までいく2装置ぐらいまでいくかいくでしょうね。あ、楽しみですね。髪型もちょっとなんか変なクルクルしたりすると思います。金髪でクルクルしたりすると思います。じゃあ今月のイラミラさんに要チェック。はい、見ててください。はい、ということで以上でございます。金曜日ここまでのお相手は DJ モーリーイラミラ関でした。もう来週って言えないの